こんにちは。こんにちは。ニュースで韓国語は、私韓国生まれ日本育ちわったがたしてきた韓国人のジュジュと、日本生まれ韓国在住経験あり、6月から大韓航空がアシアナ航空が便を再開するらしいので、もうちょっとでまたわったがった仕事でできたりするかなとちょっと期待している日本人のヨッシーが、韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、日韓ジャンポンでおしゃべりするポッドキャストです。그리고한국에서는요시와주주의시사일본어라는이름으로보내드립니다。あれ、あ、もう愛の不時着見終わったんだっけ、ジュジュさん。特に私はイテウォンクラスに入ってます。イテウォンクラス、そうか。僕はそう、ようやくというか、なんかようやく話が面白くなりそうな、まだなかなか北朝鮮から帰れないユンセリを、ドギマギしながら見ておりますが、やっぱり北朝鮮の言葉が面白いじゃないですか。うん、あの面白さをね、日本の国に、日本人で韓国語分からなくて愛の不時着にハマってる子にどう伝えればこの面白さが伝わるだろうっていう、ケンチャンスニダと言わずイロプスミニダっていうあたりとか、ってかこのなんだろう、サランヘヨじゃなくてサランハオっていう、あ、このハオがねみたいな、あーそうね、なんかアルゲスニダっていうやつ、アルガスネダみたいな、そういうあれですかね、そう、うん、とかなんか何でもかんでもトンムトンチがつく、笑っちゃう感じなのやっぱりあれって。え、なんかやたらつけてません？あ、そっか、まああちらではほぼ3の、ドラマの中だと、いや、そっか、あちらではやっぱ日常会話で基本3の代わりにトンムトンジだし、トンジはなんかキョンギハヌンチドジャトンジとかやっぱそういうイメージがあるけれど、いや、なんかヨーロッパから帰ってきたオイトンムとか、チョカドムとか、なんかやたらと何でも使ってるから面白くって、うん、ああ、やっぱその辺の言語感覚としてそうなのね。うん。なんとなく。僕はそれを共有したいけれど。そうね。なんかあれは日本語字幕だけではちょっと伝わりにくいかな。うん、そう、全部3にしてるんですよね。ほら、昔社会主義国、基本動詞って社会主義国での呼び方だからさ、多分そういうのの名残というか、まあ、あそこは今でも社会主義の国なので、はい、うん、そういう言語習慣みたいなところが、そうね、なかなかこう字幕では伝わりにくいかな、ね、うん、あれ字幕なかなか難しいだろうなって思いました。で、多分字幕つけてる人たちもこれだと面白さが半減してしまうっていう、いや、なんかモヤモヤを抱えつつやってるだろうなってっていう感じ、うん、まあ本当にね、やっぱ字幕はどうしてもあの文字数の制限がきついらしいので、うん、言葉のあれで言うとやっぱりなんかあのほらユンセリがこう仲良くなるおばちゃんたち、はいはいはい、あの人たちの喋ってる言葉がなんともネイティブ韓国人はあの北の言葉って聞いてちゃんとわかるもんなの？でもなんか字幕ついてますよね、単語は、うん、ついてるけれどさ、いや、私はわかんない、私は全然聞き取れなくて、うん、やっぱり聞き取れない。私はね、もう本当に最初は普通に聞いてたんですけど、やっぱ途中から全然聞き取れないって思って、で字幕オンにしたんですけど、でも別に、うん、でも別に父一緒にハマって見てたんですけど、父は普通に聞いてたから分かるじゃないんですかね。うん、私はもともと訛り苦手で、キョンサンとサトリでも結構聞き取れないし、いや、僕もあの2回北に行った時はやっぱり全然聞き取れなくて、単語がそもそも違うから、うん、それこそほらあの乾杯の場面とかでもさ、なんかそうですね、何て言ったっけ、ああいうほら本当に全く日々単語からして全然違うから、もう外国語って単語がわからないともうそこで完全にあの聞き取るのやめちゃったりするじゃない、自分の頭の中で、はい、なんかそういう状態でやっぱり、うん、ですよね。留学中、25年前の話だけど、留学中本当に全然言葉がまだまだ今ほどできなかった時は、土曜日か日曜日の朝にトンギレちゃんっていう必ずそういう番組があって、うん、あの統一の窓、つまり北朝鮮の国営メディアの放送を5分ずつぐらいダイジェストで流して、あ、そうなんですか。へー。
で、当時はまだ北朝鮮の指導者の名前を呼び捨てにしている時代だったので、ほら、北はこんなに嘘ばっかりついて許せないことを言っています。嘘ばっかり言っていますっていう、そういうプロパガンダ番組だったんだけど、でそこで言っている言葉も本当に全く聞き取れなかったので、当時。え、今、ニュースとか聞き取れますか？ニュース、ラジオプレスってあるじゃない？はい。北朝鮮の放送をラジオで、傍受してずっとそれを聞き取って、記録している財団法人が。はい。なんかあそこの人たちに言わせると、逆に韓国語の方が難しいって。なぜなら、そうなんですか。なぜなら北朝鮮の国営メディアは全部言い回しが全部単調だから、だいたい型通りだから。そのパターンさえ掴んでしまえばほぼ、単語ももうだいたい漢字由来の精巧な言葉が多いから、結構、むしろなんか、韓国の言葉の方が難しく感じるという。なるほどね。一理あるかもしれない。あと、やっぱ、多分だけど、やっぱ北朝鮮、日本の在日朝鮮人の、そっからのなんかこう、文化とか言葉の流入がそれなりにあったから、結構日本語っぽい言い回しをするんだよね。愛の不時着でも出てきたけど、シャンパンのことを韓国ではシャンペインって言うけど、ピョンヤンの人たちはシャンパンっていう場面が出てきたりとか、あと、はいはい、ザンバラっていうのはザンバルって言ってたでしょ。あー、髪の毛。そうそうそう。髪型のこと。うん、髪型のこと。とか、やっぱなんか日本語っぽい言い回しの外来語とかあるんだよね。まあいいや、ちょっとこの、愛の不時着に関してはちょっと一度。あ、そうですね。止まんなくなっちゃうので。止まんなくなっちゃうと、あとは、スペシャルをやるつもりでいるので、楽しみに。一回まるまる愛の不時着関連のニュースだけでちょっと、お届けしようと思ってる回がありますんで、はい、ぜひお楽しみにしてください。秘蔵のエピソードはその時に撮っとこう。はい、楽しみにしてます。はい、恐ろしいエピソードがあります。というわけで、今日は今韓国を騒がせているイテウォンクラブの話からですかね。イテウォンクラスじゃないよ。イテウォンクラスはね、うん、次が私最終回だからね。ああ。すごい楽しみ。愛の不時着を見終わったら考える。はい。日本でもたくさん報じられてますけれども、まあ、順調に新型コロナの感染者が減っていたと見られていた韓国でしたけども、ゴールデンウィーク、この5月の連休に入ってから、イテウォンのクラブ、イテウォンのナイトクラブで集団感染が発生して、今日で確か112人とかだったかな？あ、もう、そうなんです。これがですね、ちょっといろんなところで報じられていますけれども、これがゲイクラブという表現が適当なのかわからないけど、要はそこに出入りしていた人たちも男性同性愛者ゲイの人が多い。うん、で、これをめぐっていろいろとホモフォビア的な状況が発生したりもして、あんまり日本でこの話って報じられていない感じがするので少しそこの部分にちょっと焦点当ててみたいなと思ってまして、そのイテウォンのクラブが出入り客の名簿を5517人分提出したんだけど、そのうち3112人行方がつかめていないのね。これはなぜつかめていないのかみたいな理由が、やっぱりそういう名乗り出た途端に同性愛であることがバレてしまう、アウティングされてしまうのではないかという恐れを抱いているというのが多分にあるという話で、ではその中でどういうふうにソウル市がやろうとしているのかっていう、ちょっとこのニュースから。ソウル市が、新型コロナウイルス地域感染の発症地とみられているイテウォンクラブ近くの基地局にアクセスした1万905人のリストを確保したと発表した。ソウル市がコロナ19지역감염의바론지로지목되는이태원클럽근처기지국접속자1만905명의면담을확보했다고밝혔다。アゴンスン市長は、警察庁と通信会社の協力で、昨日と今日にかけて基地局のアクセス者リスト全体を確保したと述べた。アクセス者全体にコロナ検査を受けるよう要請する内容のメッセージを送った。午後にもう一度送る予定だと説明した。パク市長は、感染症との戦いは速度戦といい、4月24日から5月6日の間、イテウォンクラブの近くにいた方々は、身の安全について心配せず、速やかに自発的な検体検査を受けることをお願いしたいと強調した。パゴンスプン市長は、경찰청과통신사의협조를통해어제와오늘에걸쳐기지국접속자면담전체를확보했다고말했다。접속자전체에게코로나19검사를받도록요청하는내용의문자메시지를발송했고오후에한차례더보낼예정이라고설명했다。박시장은감염병과의싸움은속도전이라며4월24일부터5월6일사이
이태원클럽인근에계셨던분들은신변안전에대해걱정하지말고조속히자발적인검체검사를받기를당부드린다고강조했다ソウル市は身元が明らかになることを嫌う性的少数者たちの検査を促すため匿名検査を導入している。本人が希望する場合、名前を明らかにせず電話番号だけを確認する方式だ。さらにソウル市は人権侵害を防止するために人権団体とともにホットラインを開設することを決めた。ソウル市の防疫過程で人権侵害が発生する場合、市民人権保護官が調査を行い、それ以外の場合は人権団体相談センターと国家人権委員会が支援に乗り出す。여기에더해서울시는혹시모를인권침해를방지하기위해인권단체와함께핫라인을개선하기로했다서울시방역과정에서인권침해가발생할경우시민인권보호관이조사를진행하고이외의경우는인권단체상담센터와국가인권위원회가지원에나선다서울시는신분이드러나는것을꺼리는성소수자들의검사를독려하기위해이명검사를도입한상태다본인이원할경우이름을밝히지않고전화번호만확인하도록하는방식이다ソウル市によると、イテウォンクラブ関連の感染者数は、12日午前10時時点で101人に達する。このうちソウル地域が64人だ。イテウォンクラブと関連し、現在までに7272人が新型コロナの検査を受けた。ソウル市에따르면、イテウォンクラブ관련확진者数는12일오전10시기준101명에달한다。이중ソウル지역이63명이다。이태원클럽과관련해현재까지7272명이코로나19검사를받았다こういう状況だったので行政とメディアによる強制アウティングみたいな話になっちゃってこれが発端と言えるのかよくわからないけどこのイテウォンのクラブにイテウォンゲイクラブに新型コロナ感染者が立ち寄ったっていう独自記事を出したのが国民日報だったのねこの国民日報っていうのは何なんでしたっけあのヨイドスンブグム教兵の系列の財団が運営する保守系プロテスタントというのかな韓国では結構なるほどね韓国では結構相当大きな規模の教会だよねそうですヨイドの橋渡ったところにあるででーんと大きいやつですよね、うん、でまあ部数としては中堅というか割とそんなに大きくはないし韓国メディアウォッチャーの間でもそんなにしょっちゅう見る新聞ではないんだけどへーただ時々このホモフォビア的な記事が問題になってしまう、やっぱりこの記事が口火を切った部分はあるんだよねでこれやっぱクラブが同性愛者が集う場所と書いてそこに立ち寄ったあの66番っていう人ねの、はい、年齢とか居住地とか職業とか結構個人情報を詳細にこの記事で書いていたのそれはちょっとそうなんですか、うん、本当だから政府のガイドラインではそういうところあんまりはっきり書かないんだけどこの件に関してキョンギとアニャン氏がアパート名まで、アパート名まで公開しちゃったりとかインチョン氏がインチョンクイア文化祭の組織委員会に名簿を出せと言ったりとか結構行政が率先して片棒担いじゃったり部分した部分もあったのね今回はうーん、うん、これあれですよね日本でも今イテウォンのクラブでっていう話はニュースは出てるけれどゲイクラブとはあんまり出てないんですよねまあ出てるのかな仮にそのゲイなんかゲイクラブという単語が適切なのかちょっとまだちょっと僕もよくわからないけれどまあ仮にゲイの人たちが集まる場所だったとしてそれをあえて公表することがその有益な情報なのか感染対策としてっていう問題は絶対出てくるよね当然ねそう、うん、これ多分日本はそういうことで出してないんだろうなって思ったけれどもでやっぱりそれを契機にうわっと同性愛者が集まる場所ここが同性愛者が集まる場所みたいな報道も出ちゃったりしてへえそれは悪趣味だな日本もそんなになんかオープンとは言えないけどやっぱ韓国はさらになんかこう社会の目線って冷たいじゃない、はい、自分がゲイであることを強制アウティングされるんじゃないかと恐れて名乗り出ないうーんだから行方がつかめないなのでソウル市は携帯の基地局のデータを、警察とか通信会社から提供を求めてそこに一斉メッセージを送るこれよく分かんなかったです携帯の基地局、うん、うん、だからつまりもう携帯の基地局って結構エリア狭くて割とかなり特定の部分まであ、皆さんに送ってるのかそうだからそこにそこの地域の皆さんに その地域に立ち寄った人に一斉に SMS、まあ、のムンチャメッセージを送って検査を受けてくださいと呼びかけるっていう
やり方を取るしかないっていうことなんだろうな、きっと。そんなことができるんですね。うん、結構韓国 よくやるみたいに、この場所に応じて細かくムンチャを送ってくるみたいね。ほら、この間のヨヒョンジュン君も言ってたじゃん。3つぐらいの市から新型コロナ対策のメールが来るって。はい。あれも、どこに住んでるみたいな居場所を全部確認した上でそういうことをやってるわけだしね。さっきちょっとツイッターでも流したんだけど、国民日報の中でも異論がないわけじゃなくて、この話って。うん。うん。労組がちょっと会社としての見解を要求するみたいなものを最近出したりしてて、やっぱり社内でも。そうなんですね。うん。社内でも議論はあるはあるのよ。そうか。ジャーナリズムの原則を損なう状況を事実上放置してるとか、労組が会社の姿勢を批判したりとかしているので。まあ。記者の人たちがちゃんとしていて、ちょっと安心できますね。うん。まあ、そうなんだよね。あと、まあ、ちょっとこのイテウォンのナイトクラブの話は、最近ほら、やっぱり韓国は感染者が順調に減っていて、韓国人がなんか国民としてなんかすごく自信を深めていた時期だったのが、これでなんか、これでなんか一気にみんなまた失墜しちゃったというか。そうですね。結構パゴンスン市長も、これまでみんな頑張ってきたのに、みたいな感じで、記者会見で結構憤りを見せてましたよね。うん。いや、こう、日々100人、200人単位で感染者が増えている日本としては、100人増えたぐらいで大げさなという気はちょっとしなくもないんだが。うん。いや、だって、つい4、5年前まで、ヘルチョソンと言っていた人たちがコロナが終わった後でなんか売れぬ孫人口だみたいなことを言い出したと思ったら若干元に戻りつつあるというこの振れ幅。ああ、なるほどね。なんというか、いや別に私はそれは良いとも悪いとも思いませんけれども、ウォッチャーの端くれとしては振れ幅が大きいなと思うんだけど。なるほどね。でもなんかさっきちょっとラジオトークでも言ったけど、やっぱりジョジョさんは韓国の方が安心できる。そうですよ。だって今の日本でもし感染したとしても検査なんてしてくれないんじゃないか、そのうちに私は苦しんで死んじゃうんじゃないかって思いますもん。まあちょっとね、しかもそれが、その状況をなんか政策もなんかこう二転三転している部分があるけれど、なんかその間違いだった失敗だったみたいなことを全然認めないからな。そう、本当に、いやそれは、いやそれはなんか誤解だとかね、そういうことを言い出したりとか、これはだいぶ変わっていないぞ。なんかやっぱり、そうなんですよ。日本ってそういう部分は変わらないのだなと、変なことを思ったりする。ね、一応、一人10万円ずつはくれるらしいけれど。あ、もうなんか申請が始まったところはあるのか。ねえ、でもそれ以外に政府がしてくれたのって布マスク2枚だけですしね。まだ届かないけどな。届くのかな。いらないんだけど。もう近くのドラッグストアにもマスク山積みになってるからな今。あ、本当ですか。手に入るようになりました。うん、別になんか本当にいつ行っても売ってるから、別に全然あ、そうですか。急いで買わなきゃとも全く思わない状況。でも考えるともう本当に、だって布マスクせめて最初の最初のくらいに言ってくれたらまだ何だったんだ、ありがたいって思うかもしれないけど、散々みんな手作り布マスク作っている時点で2枚ずつ配布とか言われてもね、本当にまだまだコロナの話はちょっとまだ続きそうだけど。じゃあちょっと次の話はマスクの話だ。あ、マスク。韓国で地下鉄に乗るときにマスク着用が義務付けられるという話。5月13日からマスクを着用しない人は混雑する時間帯にソウルの地下鉄に乗れなくなる。ソウル市は生活防疫体系が生活の中の距離を置く段階に緩和されたことで、市民が安全に公共交通を利用できるように設けた対策を11日に発表した。오늘13일부터マスク未着用者는混雑시간대서울지하철에탑승할수없게된다。서울시는생활방역체계가생활속거리두기단계를완화되면서시민들이안전하게대중교통을이용할수있도록마련한대책을11일발표했다。ソウル市が交通カードのデータを利用して地下鉄と市内バスの混雑度を分析した結果、現在の市内公共交通機関の混雑度は新型コロナウイルス自体以前の約 80-90% 水準と推定される。地下鉄2号線の代表的な混雑区域であるカンナム区間、ナクソンデからカンナム駅はコロナ以前は 140-150% の混雑度
出勤時間帯基準を記録したが、3月以降は 100% 水準に減少し、現在は 130% 水準に再び増加している状態だ。サダン、パンベ間も3月以前には平均 170% だった混雑度が 150% まで増加した。ソウル市が교통카드데이터를활용활용해지하철과시내버스혼잡도를분석한결과현재시내대중교통의혼잡도는코로나19사태이전의약 80%부터 90% 수준으로추정된다지하철2호선의대표적혼잡구역인강남구간낙선대부터강남역은코로나19사태이전140%부터 150% 혼잡도출근시간대기준을기록했으나3월이후 100% 수준으로감소했다가현재는 130% 수준으로다시증가한상태다사당반배구간역시3월이전평균 170% 를나타냈던혼잡도가 150% 까지증가했다ソウル市は地下鉄とバスのいずれも6月中にコロナ以前の混雑度に到達すると予測しているとして対応体系を構築する計画だと明らかにした。ソウル市は地下철과버스모두6월중코로나19사태이전혼잡도를도달할것으로예측한다면대응체계를구축할계획이라고밝혔다これに対しソウル市と地下鉄運営機関は電車内の混雑度を4つの段階に区分し段階別の措置を実施する予定だ列車内の移動が不可能な混雑段階 150% 以上ではマスクを着用しない場合は乗車が制限されるまた混雑度が 170% を超える場合は駅、管制、運転手の判断により混雑区間の無停車通過も可能になる이에ソウル市は지하철운영기관은전동차내혼잡도를4가지단계로구분해단계별조치를시행할예정이다열차내이동이불가능한정도인혼잡단계 150% 이상에는마스크미착용시승차가제한된다또혼잡도가 170% 를넘어갈경우에는역관제기관사판단에따라혼잡구간무정차통과도가능해진다ソウル市はマスクを所持していない乗客のため、全駅舎の自動販売機と統合販売店、コンビニエンスストアなどでデンタルマスクを販売し、市民が事前に混雑度を確認できるように、ソウル交通公社のホームページ、ポータルサイトなどを通じて混雑度情報を提供する予定だ。ソウル市는マスクを未소지한승객을위해、전역사자판기와통합판매점、편의점등에서덴탈마스크를판매하고시민들이사전에혼잡도를확인할수있도록서울교통공사홈페이지포털사이트등을통해혼잡도정보를제공할예정이다그러니까서울의지하철ってこんな混んでるんだ今っていう驚き에でも混みますよね2号線は아2号線は混むんだけどさだって아今ってことか今でもすでに乗車率 130% とか 150% みたいな状況になってるってこと。結構な、ね、結構もうラッシュアワー、朝のラッシュアワー状態よ、これ。てか、誰がチェックするんだろう？ん？どうやってチェックするんだろう？いや、多分ね、リアルタイムでやろうと思えばできるんじゃないか。トトンカードのデータとかそういうのを見ながら。え、マスクしてるかどうか？あ、マスクは、だけど、今これぐらい混んでるみたいなのって。あ、うん。混雑度はそうなんですけど、うん、マスクしてないってどうやってわかるんだろう。いや、それは乗るときに自動改札の前で、こう、駅員さんが見てればわかるやん。でも、結構バハハって入ってくるじゃないですか。あ、凄まじい人数がそうだよね。出入りするもんね。うん、あで、それで人を増やさないとできないと思うし、ね、どうやってやるんですかね。どうするんだろうな。まあいや、これでも日本でやろうとしたらできるかな。できないだろうな。うん、同じ理由でできないと思うんですけど、ね。同じ理由。日本はまだ今そんなに電車混んでないから、まあまただいぶ混み始めたけど、ゴールデンウィークは。うん。いや、実はもうしばらく電車乗ってないので、うちの妻とかの話を聞くと結構そこそこ混んできてるらしいし。家の近くから線路が見えるんでそこ見てるとやっぱりあ結構乗ってるなっていうのは外から見てもわかるそうなんですねけどなんか布マスクを配るのにこんなに時間がかかってる国だと多分全駅にマスクを売るみたいなことってできるんだろうでも本当に日本って先進国じゃなかったのかなびっくりしちゃうな、ねだからやっぱりそこは行政が個人情報をどこまで把握するのかみたいなところにものすごくハードルが高い日本なので。ね、それはいい面もありますけれどもちろん。だから、マスクを配布するにもなんか、郵便局に
丸投げみたいなことをしなきゃいけなくなって、なんかあれやこれやと非常に時間かかっている。前、ハフポストコリアのカンビョンジン編集長がちょっと言ってた時、ちょっと言ってたけれど、やっぱり自分も電車通勤してるけど、電車普通に混んでるから、やっぱりそこは感染の危険があるんじゃないかと思って、ちょっと怖いみたいな話してたじゃない。はい。こういう状態なのかっていう。ですね。うん。結構密着ですよね。まあでもなんか、だんだんこういう感じになってくるのかな。地下鉄にマスク義務化っていうのも、確かパリとか、フランスの地下鉄もなんか同じようなことをしてるし、うん、ドイツもいずれ公共の場所でマスク着用義務化っていうような話もちらっと聞いたし。ああ、そうなんですか。うん、なんか世界的な潮流のような気もする。いや、でもこれから真夏ですよ。どうするんだろう。ねえ、暑いね。暑いよねって。暑いですよね。いや、これから本当対策が大変になってくるんじゃないかっていう気がするな、これ。ねえ。うん、しかも地下鉄の中って結構暑い。夏は、うん、夏込んだらね。あの冷房かかってても暑いから、ね、うんうん、マスクちょっと外したくなったりすると思うし、ね、まあ多分窓を開けっぱなしにして走るんだろうけど、夏だと窓を開けてもそんなに、むしろ冷房の冷気が流れちゃう、うんうん、でまあやっぱりあといずれ日本でも電車はまたどんどん混雑率は乗車率上がってくるだろうし、なんか対策取らなきゃいけないんじゃないかみたいな話には絶対なってくるだろうからな。ねえ、あとやっぱり絶対マスクで熱中症で倒れる人が続出しますって。熱中症、あ、呼吸困難で。そう、呼吸困難で、うん、あるかな。だって中国でマスクして1000メートルかな、走って体育の時間に、あった、ね、学生さんが死んだらしいですよ。あ、そういうニュースあった、あった、聞いた聞いた、うんうんうん、そうそう、これから真夏のラッシュアワー、しかも恐ろしい窓、恐ろしい窓開放、どうなるんだろうかね。いろいろなんかもしかしたらこういう対策が参考になるのかもしれないねと思いつつですね。うん、では3本目。なんかね、ほんと今週ね、楽しいニュース、明るいニュース、いいニュースがないのよ。 N1 部屋の解説者がついに捕まったというニュース、まずは読んでみましょうかね。テレグラム N1 部屋を初めて解説し、未成年者の性搾取物を性搾ルフした疑いで5月12日逮捕されたカッカ、ゴッドカサなのかな、これって。あのカッカムン・ボウ氏が過去の犯行を自ら自白した。東亜日報によると、ムン・ボウ氏は今月9日、警察に呼ばれて6時間にわたり取り調べを受けていたところ、過去のテグの高校生への性的暴行事件も自身が指示したものだと自白した。テレグラム N1 방을최초로개설해미성년자성착취물을제작유포한혐의로12일구속된갓갓문모씨가과거범행을직접자백했다。동아일보에따르면문씨는지난9일경찰에소환돼6시간동안조사를받던중과거대구고교생성폭행사건도자신이지시한것이라고자백했다。ムン・ボウ氏が言及した事件は2018年12月にテグ市内で起きた性的暴行事件だ。当時、高校生に性的暴行を加えたとして懲役刑を言い渡された20代の男性 A 氏は SNS で知り合った氏名不詳者を通じて被害者の高校生に会った。その後、A 氏は被害生徒に性的暴行を加えた後、その様子を映像で撮って氏名不詳者に送った。当該映像は N1 部屋で初めて流布されたという。ムン氏が언급한사건은지난2018년12월대구시내에서벌어진성폭행사건이다。당시고교생성폭행혐의로징역형을선고받은20대남성 A 씨는SNS 에서만난선명불상자를통해피해고교생을만났다。이후 A 씨는피해학생을성폭행한뒤그모습을영상으로찍어선명불상자에게보냈다。해당영상은 N번방에서처음으로유포된것으로전해졌다。その後 A 氏は性的暴行の罪で一審で懲役3年を言い渡された。しかし問題の氏名不詳者は明らかになっていない状態だったが、自分が指示したと打ち明けたのだ。これに関し警察はムン・ボウ氏が前者を訴える方針に転換したのではないかと述べた。이후 A 氏는성폭행혐의로1심에서징역3년을선고받았다。하지만문제의선명
불상자는밝혀지지않는상태였는데문씨가자신이지시한것이라고털어놓은것이다이와관련해경찰은문씨가선처를호소하는방향으로돌아선것같다고말했다문모씨의미모토와早ければ今日13日に公開される予定だ경북警察庁は同日午後1時미모토공개심의委員会を開き문씨의미모토를공개するかどうかを決める문씨의신상은이르면오늘13일공개될예정이다경북경찰청은이날오후1시신상공개심의위원회를열고문씨의신상공개여부를결정한다というわけで何か読んでても気分が悪くなるようなニュースですいませんというか N1 部屋の話って基本そうですねとかなんかあれなんですね私初めて知りました韓国って、うん、日本と違って容疑者の名前出さないじゃないですか、うん、でも出す人もいるじゃないですかそれを決めるのって警察の好き勝手じゃなくてちゃんとこういう身元公開審議委員会っていうのを開いて決めてるんですねあこれはねなんかその性犯罪の加害者とかそういう割と特殊なケースに限定されていて、あそうなんですかそうでこの、N1 番とかパクサ番とかこの、テレグラムの、性犯罪事件で初めて適用されていたはずへー、うん、それにしても13日だとこの録音をしている日が実は公開される日、うんうん、まさに今頃会議をやっていてまだその決定という話が伝わってきていないのでおそらく会議やってどうするかみたいな話をちょっとしてるんじゃないかなと思っていますけどいやーテレグラムって本当になんか恐ろしいなテレグラムが恐ろしいんですかテレグラム自体も結構もともとほら韓国でなんでテレグラムがこんなに使われているのかっていう話って覚えてる？え、あれですよねカカオが韓国人が一番よく使うカカオトークが盗聴じゃなくてなんて言うんだろうされてる可能性があるからっていう話ですよねうんまあもともとセウォル号の時にものすごく政府に批判が集まったわけじゃない、はい、でとにかく批判が巻き起こったことにパク・クネ大統領は激怒してで検察がネット上の名誉毀損は取り締まりを強化するって言ったんでもしかしてこれは過去から情報が検察に流れるんじゃないかと言ってもうカカオをやめてテレグラムを使おうみたいなそういう動きが当時大きな流れとして流行ったんだよね、はい、テレグラムってロシアの本社がどこにあるのかもよくわからないスイス銀行と一緒で秘密の保持に優れているんじゃないかという話になったんだけどなってそのテレグラムっていう名前が上がったんだけどまあ逆に言うとそういうところがこういう性犯罪の、温床になっていたとだから今回の N バンバンとかパクサバンも結構捜査は難航したみたい。カカオだったら、要はこれは犯罪だから情報を提供せよ。アクセス履歴とかアカウントの履歴とか情報を提供せよと警察なり検察が捜査に乗り出せば、まあ、カカオは情報を提供するわけでね。それは、日本、それは日本だろうがアメリカだろうが、まあそういう手続きはあるんだけど、テレグラムは本社がどこにあるのかもわからない状態だから、公開してもらおうにもどこにも要求しようがない。ロシア政府も2018年に IP アドレス遮断、1800万兆 IP アドレス遮断とかやってたんだけど、テレグラムはもう、やっぱそれにも抵抗してるっていう。なかなかだから、プーチンも手を焼く、テレグラム。すごい。プーチンが手を焼く。ロシア政府が手を焼くってすごい。ね、影米出身の恐ろしい。恐ろしい。恐ろしい。恐ろしいマッチョなプーチン大統領ですら実態を把握できないテレグラム。ねえ、すごい。すごいけど、それを悪用されるとこんな風になってしまうんですね。まあ、この閣下っていうのも、俺は絶対捕まらないとかなり高をくくっていたらしいけどね。パクサバンのチョジュビンっていたじゃない。はい。チョジュビン容疑者、パクサバンの。テレグラム上でやり取りしてたことがあったんだって。ああ。で、この N バンバンの、創始者、閣下は、パクサバン創始者のチョジュビン容疑者に、あんたは金でやってるだろうけど、俺は別に金目的じゃないと。俺は絶対に捕まらないみたいなことを、こう、嘘吹いていた時期があったんだって。へー。うん。へー。まあでも捕まった。結構ね、匿名探偵団が結構いたらしいね。こういうのをやってるっていうのは割と水面下では知ってる人は知っていて、その実態を把握するために、こっそり、その匿名で自分が中に入って、実態を記録していた女性活動家、みたいな人もやっぱりいたらしいよ。
それはかっこいい。かっこいいけど、うん、やっぱちょっとお金が、パクサバンの場合は結構お金を、高額なお金を取っていたらしいので。うん。ね、本当に嫌な事件ですね。それぞれの加害行為の実態がとても胸クソが悪いというか、気持ちが悪い話ばっかりなので。卑劣な行為で、被害者も加害者もものすごく年齢が低くて、なかなかそういうのにつけ込んだ卑劣な行為で、しかもやってる行為がなかなか気持ち悪いことばっかりなので。ねえ、なんかもう本当に韓国の若者たちよ、なんかな。なんかねえ、時々なんか凄まじい集団のいじめとか、そういう学校暴力みたいなニュースをここではあんまり取り上げたことがないけれど、学校暴力みたいなニュース見てると、なんか凄まじいいじめやってたりすること結構あるみたいなんで、ああいうの見てるとなんかストレス社会なのかなと思っちゃうよね。ですね。やっぱりこう、まあ、過度の競争社会は人の心をこうね、ひねくれさせるんでしょうか。かね、まあその加害者を正当化するつもりはないけれど、被害者も加害者もものすごいなんかこうプレッシャーとか尋常でないストレスの中でやってて、そういうところがこういうところで表に出ちゃうのかなというか、こういうところでうさばらしというか、そういうのをしようとするのかなと想像したりもするけれど。ですね。さあ4本目いきましょうか。今週は本当にいいニュースが全然なかったんだけど、これある意味もしかしたらいいニュースかもしれないじゃん。うん、なるほど。はい。と思ったんですが、韓国はご存知の通り、夫婦別姓なんですけれど、はい。法的に夫婦別姓なんですけど、同姓にはならないんですけれど、子供は絶対に父親の姓になる。ジュジュさんも兄弟含めてみんなお父さんの姓だよね。そう、そう、そうですね。うん。だから、お母さんだけ名字というか姓が違うっていうことだよね。そうですね。まあ、それが韓国の普通の家族の姿。それがもしかしたら大きく変わるかもしれないという話です。法務部傘下の法要的家族文化のための法制改善委員会が、子供が父親の姓を名乗るようにした民法を全面改正するよう勧告した。法務部傘下포용적가족문화를위한법제개선위원회가아이가아버지성을따르게한민법을전면개정하라고권고했다。法務部によると、法制改善委員会、ユン・ジンス委員長は、子供は父の姓と本願に従うという原則の民法第781条を改正するよう勧告した。民法781条は、婚姻届の時に協議したり、父親がわからない時の例外的事例を除いては、子供が父親の姓と本願に従うことを定めている。法務部에따르면、법제개선위원회위원장ユン・ジンス는、자녀는아버지의성과본을따른다는원칙에민법제781조를개정하라고권고했다。민법제781조는혼인신고때협의하거나아버지를알수없는때의예외적사례를제외하고는자녀가아버지의성과본을따르도록정하고있다。委員会はこうした不正優先主義を廃止することを勧告したのだ。韓国日報によると委員会は、家族生活内の平等な婚姻関係を実現し、家族の自律的合意を尊重できるよう民法改正が必要だと説明した。両親の協議の時点や方法などについては、部署の意見収集や立法過程で議論される方針だ。同委員会は、子供が一定年齢以上である場合、性本願の変更に子供の同意見が明示されなければならないとも伝えた。委員会は、이같은부성우선주의를폐지할것을권고한것이다。한국일보에따르면위원회는가족생활내평등한혼인관계를구현하고가족의자율적합의를존중할수있도록민법개정이필요하다고설명했다。부모의협의시점이나방법등에대해서는부처의견수렴이나입법과정에서논의될방침이다。위원회는자녀가일정연령이상일경우성본변경의자녀동의권이명시되어야한다고도전했다。これに先立ち法務部は昨年4月から委員会を構成し、出生、家族、養育分野の法制課題を論議してきた。委員会は8つの主要案件を選定し、このうち課題の重要性や緊急性などを考慮し、3つの案件について議論を整理した。앞서法務部는지난해4월부터위원회를구성해출생가족양육분야법제관련과제를논의해왔다。위원회는8개주요안건을선정했고이중과제의중요성과시급성등을고려해3개안건에대한논의를마무리했다。
不正優先主義廃止とともに委員会が勧告したのは出生通報制だ。親が出生届を出さない場合、国の現状把握が難しく、児童の権利保護に空白が生じるという指摘によるもので、医療機関が、子供の出生情報を国や公共機関に迅速に通報するようにする制度だ。부성우선주의폐지와더불어위원회가공고한것은출생통보제다부모가출생신고를하지않을경우국가의현황파악이어려워아동권리보호에공백이생긴다는지적에따른것으로의료기관이아동의출생정보를국가나공공기관에신속히통보하도록하는제도다これとともに民法第915条の親権者はその子を保護または強要するために必要な懲戒をすることができるという懲戒権を削除することを勧告した。委員会は同規定が体罰を合法化する根拠規定と誤って認識されているため削除が望ましいと伝え、明示的な体罰禁止規定を新設しなければならないと伝えた。이와함께민법제915조친권자는그자녀를보호또는교양하기위해필요한징계를할수있다는징계권을삭제할것으로공고했다위원회는이규정이체벌을합법화하는근거규정으로잘못인식되고있기때문에삭제가바람직하다고전했으며명시적인체벌금지규정을신설해야한다고전했다法務部は委員会の勧告を土台に民法及び家族関係登録法など関連法制の改善案を用意する予定だ。法務部は委員会の勧告を토대로民法及家族関係登録法等関連법制改善방안을마련할예정이다。実は驚いたのは韓国ってでも父親がわからないとか婚姻時にお互いが同意したりとかそういうことをしていれば子供は母親の姓を名乗ることもあり得るんだという今すでにそういう規定があるということ自体実は驚きだったんだけど。저는그것보다민법으로아버지성을따라야한다는것자체가되게놀라운데요。ああ、その規定されているということ自体が驚きだった。그자체가。ああ、じゃあ。왜냐면、저기、저희아이、딸이태어났을때、출생신고를하러갔을때、그때아버지성이랑어머니성이랑고를수는있었어요아そうなのね네그래가지고근데제가한국사람이고남편이일본사람이니까한국에서혼인신고를할때혼인신고가아니라한국에서출생신고를할때는한국성을쓰는게더자연스러우니까제성으로하겠다고그렇게썼거든요그래가지고근데영사관으로갔는데영사관에서직원분이그어머니의성을따르시는것으로되시는거죠뭐이렇게확인을하셨거든요아무튼그런게있어가지고그리고한국에서도그아버지성을따르는게다들그렇게하고있지만꼭그렇게해야한다는법이있다고는생각하지않았어요사회통념상그렇게하고있는거라고그렇게생각하고まあ日本でも結婚するときに夫、妻どちらが名字を変えるかは一応お互いの合意だけど、まあほぼ日本の観光、家族制度の観光上9割以上が夫のせいにするみたいな、そういう韓国でもだからそういう社会通念的な観光でそうしてるんだろうと思っていたわけね。そういうことだよね。ね。でも結構こう、この問題って根深くて、じゃあなんで民法にこういうふうに書かれているかって言われると、それこそ韓国の直法に代表される家族観があるわけじゃない。直法に書かれるのって基本的には昔、今はまあだいぶ違うけど、直法に名前が記載されるのは男性のみだった時代があったわけじゃない。なんとかの妻みたいな形で歴史に名前がその家族の直歩という家系図に女性は名前が残らない仕組みが結構昔からあったわけじゃない、それがだから法律で規定されたというか難しいのは植民地時代に創始改名があったわけじゃない、あれは実はまあもちろんその民族感情的にはその日本式の名前に変えさせられるというところにこうが批判されるわけだけど、法的には日本と一緒で、つまり、結婚するときに名前が変わるっていう、そういうシステムを創始改名の段階で取り入れていたわけよね。で、システムの違いの問題なんだけど、じゃあその解放があって、その日本の仕組みが元に戻るときに、やっぱりそこで韓国の昔のやり方が、に戻ったという、そういう話なわけや。結局当時の時代的な観念から言って、それは、
子供は夫のせいになるもんやろ、当然やろって、やっぱ韓国の伝統的な家族の考え方がそこでまた復活したということよね。つまり、妻は家には入れないみたいな、やっぱそういう側面もやっぱあるわけじゃん。チョッポとか、伝統的な家族観っていうな、中で、文脈で言うとさ。うん。うん。うんうん、でそれが今まで生きているという。で、それをいよいよ変えましょうっていう、ある種すごい、もしかしたら韓国の家族間の大転換が起こるかもしれないっていう、ことだと僕は思ったんですけど。하긴、韓国에서는、이혼을해도、그、엄마한테따라가도、아이들이계속、아빠의성을그대로따르는경우가많더라고요。その段階では変えられるんだよね、多分。그렇죠。바꿀수는있지만、그래도、그、아빠의성을계속쓰고있는거를보고、うん、あ、어디까지는아빠의성이구나、라고생각했던그런기억은있었는데、그게전부다민법에근거가있다고생각하니、참、뿌리가깊은문제네요。まあ、一昔前というか、10年ぐらい前になるのかな、その、それこそ、フェミニズム、女性運動をやってる人たちがそういうものから解放されようとして、ほら、パッキンとかそういう名字を通称として名乗ったりする人がいたじゃない。今も。어머니의성이랑아버지의성이랑양쪽다써가지고。そうそうそう。今も時々いるけれど。うん。まあ、あれもだから、通称であって法的な名前ではないわけだよね。うん。うん。맞다。갑자기생각나는게、학교다닐때그런아빠랑엄마랑성양쪽다쓰는선배들이계셨는데 그교수님한테그이름을부를때 그양쪽성을다써가지고이름을불러달라그렇게요청을하는선배들이있더라고요 그래가지고그거를받아주는교수도있었고안받아주는교수도있었고그랬었는데갑자기그런생각이났습니다아아それはだから、あ、私はその学生として登録している名前は、パクですけど、私はパッキムと呼んで、私パッキムなんとかと呼んでくださいみたいな、うん、そういう感じで。うん、ね、大学生출석때도그렇게불러주시고、시험치를때도저는그이름을쓰겠습니다、뭐그런듯。あ、だからそれはやっぱりいちいちその場でそういうふうにしてくれと言와なきゃいけないものだったのね。그렇죠、정식적인자기이름은아니니까。まあそうだよな、うん、やっぱ。それはいかんという先生もいたわけ。うん、그냥、귀찮아서안받아주는선생님도계셨던것같아요。귀찮아서か。なるほどね。でもなんかこういうさ、その、ある種伝統的な、古典的な家族観、家族制度の大転換につながりそうな法制度だと思うんだけど、こういうのってなんかバックラッシュというかさ、反対する人とか出ないのかな？いけっちょ、あむれど。うん。ほら、日本の場合ってさ、やっぱなんかそう、選択的夫婦別姓の制度でもそうだけど、それをやると日本の家族制度が崩壊するというって大声を上げている人たちがいるじゃない。なんかそういうある種、なんか民族的というかナショナリズム的というか、まあ右翼的というか、そういう反対論って今後湧き起こる可能性あるのかな？일단、우선일본에서자주말하는게、그、아버지성이랑어머니성이랑다르고、또아이들하고엄마성도다르고그러면은、가족내에서뭔가일체감같은게없지않겠냐뭐그런지적이잖아요근데그거는뭐만약에제가김씨고지금도저는한국성이고남편은다른성쓰고있지만그래도가족이니까그것은별로문제가안된다고저는생각해요근데문제가될수있는거는막상그렇게아이한테아버지성을따르겠냐어머니성을따르겠냐그렇게선택을그부부사이에서하면서양가부모까지함께하면서꽤싸우게될것같아요그렇지않아요そのこの子はどっちの姓にするんですかっていうのをいつどのようにして決めるんですかって結構難しいやとは思うよね。まあ日本もその選択的夫婦別姓になった場合子供の名字をどうするのか、どう決めるのかっていうのは結構難しい問題ではあると思うけどね。그러니까여태까지는아버지성을따르는것이다라는생각이있으니까그냥여러가지불만이있어도그냥그렇게하고있었잖아요근데그게없어지면은자내성을쓸까니성을쓸까해가지고좀많이다투게되지않을까라는생각이드네요네ある種なんかその女性は家族に入れないというすごく古典的な家族制度も変わっていくのかな
근데 그거는 이미 족보도 이제는 여자애들도 이름이 밀리고 있고 그러는 거 보면은. そうね。まあそこはまたちょっと別の課題か。うん、家オッケー、オッ族のケー。話はまた、やることにしましょう。また引き続き取り上げていきます。今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。 iPhone のポッドキャストアプリでお聞きの方、ちょっとずらすと下にエピソードメモが出てきます。そこからすべてリンクしてあります。 Twitter、Facebook ページ、Instagram、YouTube チャンネルもあります。フォローしてください。また音声アプリラジオトークでは別の投稿を配信しています。内容に関するリクエストなんかもお待ちしています。今日はちょっとまたバイリンガル会話形式を復活させてみました。そんなリクエストもありましたので、はい、はい、それでは오늘은이만마치겠습니다。さよなら。안녕히계세요。